無様だろう。全員失敗抑止だ。ざまあねえぜ。なあ、警部補が混入したのか。なんつうかよ、全然イライラが取れなくてな。悩んでも悩んでも、なんで優秀な刑事の俺がここに流されたのかさ。本庁の一線でやってたっていうクソみてえなプライドが邪魔すんだよ。くすぶってたのか。あんたは傷ついてるんだ。翼をもがれてな。それで抑止になったってことか。その通りだ。この町で抑止になるやつってのは、大なり小なり翼をもがれた連中だ。あんたの翼はプライドだ。デカとしてのな。やっぱよ、俺らも評価されたいよな。事件ととことん向き合って解決して戻ってきたら状況が変わる。解決することが俺たちの職務のはずだ。そう信じてきた信念がグラグラと揺らいだ。こっちに流されたことで。そりゃ違法捜査してるあんたの問題だぜ。すり替えも甚だしいんじゃねえの。それも理解してるけどよ、全然すっきりしないんだよ。ここの連中に報復しても全然頭痛が収まらない。俺はな、この所長が大嫌いでな。若いエリートがぼんやり指揮するってのが昔からダメだった。こいつは趣味丸出しで、ここに来てあんたらや秘密結社みたいな連中を動かしてやるだけやったら意気揚々と本庁へ帰るわけだ。一丁前の指揮官気取りだ。警部補、あんたにはもうちょっと違う薬が必要だったんだよ。最初から抑止になっても翼は戻ってこねえ。翼？もう戻ったよ。こんなに立派な翼が。抑止になれば翼は蘇る。抑止は最高だ。俺のプライドが蘇ってきた。魂に染み込むぜ。魂が爆発しそうだ。